皆さん、こんにちは。君たちが死ぬほど愛してるツコミゴードです。どうも。今日はね、もう後ろのカメラで撮るつもりだったけど、いいカメラで撮るつもりだったけど、ちょっとめんどくさくなっちゃって、今日はパソコンのカメラ使ってるね。そして今日、この前、日本人女性は外人と付き合えるっていう動画したじゃん。まあ、日本人へのインタビューして、その動画を、を見てみるだけの動画なんだけど、今日も、それと似たような動画です。どうも、楽しかったからね。あれ楽しい。なんか、いろんな人の意見を聞いて、なんか人のどんな理想な人とか、なんか、付き合うときは何を想像するとか、なんかそういうのが面白いんで。そして今日は、エージャンボスっていう YouTube チャンネルなんだけど、多分俺のお姉ちゃんも、このチャンネルに出てた気がする。まあいいや。Japanese girls on the ideal marriage partner。日本人の女性の理想な男性。理想な男性じゃなくて理想な結婚相手。で、この動画見る前にもうわかるんだな。答えは何出てくる。俺はもう見えてる。この可愛い日本人女性たちの理想な結婚相手。まあ、まず外人で、YouTuber で、そして YouTuber なんだけどあんまり稼げてない。そして足ガリガリ。この4つでもう理想な結婚相手になると思うんですけど。そして俺は男女に問わず、日本人のみんなを自分の婚約者にしたいんで、まだ俺の婚約者になってない人たち、下の登録ボタンを押してね。それ契約だからな。もういきなり水こぼした、もうバカ。よし、見よう。おう、いきなりなんかいい感じのブルーズ。うん、チックトン、チックトン、チックトン。そっか、ブルーズができる人が理想な相手。ごめん、ごめん。おう、はい、うん、シャッカ、うん。で、おあ、そ、こういう質問聞いてくるんだ。The ideal man's height and weight. 理想な男の身長と体重。体重。理想な体重あるんだ。あ、そういうことか。なんか、結婚するならどんな人がいいですかって、なんか、ただその質問だけ聞いて答えを聞くかと思ってた。こんな風に細かく聞くんだ。170超えてればまあいいのか。182。一応。182。5度は。はい。175以上あると。あ、182。ああこの人、悪いこと言わないけど、年いってるよね。結婚して。まあまあまあ、いや、人はそれぞれ全然いい。まあ、その気になったら俺の婚約者にもなれるね、この女性だから。ね、結婚の心配はない。いいなって思いますね。背は高くなくても全然大丈夫。逆に高すぎるとちょっと無理かも。175以内。100。え？ちょっと待って。175以内？この人バカ？頭悪いかな？いや、ちょっと、お姉さん、赤、ドレスかな？赤ドレスのお姉さん。ゴードは182だからね。うん、差別だよ、そんな。5以内、180センチ。こっちの方がめっちゃ高いよね。でも俺182だからな。私がチビだから。ちっちゃい男の人だと、自分がチビ。ちび子族になっちゃうから、家族が。自分は細く。将来の子供たちまで考えて身長の遺伝子をゲットしよう。スラッとしててモデル体型の方が好きかな。モデル体型がいてほぼみんなそうじゃない。いいけどいい感じです。健康そうな感じ、太りすぎず痩せすぎずみたいな、中間いってる感じかな。それはどうか。痩せてるか太ってるかだったらもう絶対太ってる方がいいし、もうプリプリしてても全然大丈夫。結構ちょっとさっきからさ、この子さ、いいけ、まあ人はそれぞれだとわかるんだけど、チビで太ってるって言ってる、この子。高すぎるとはもうダメで、もうゴードの身長はアウトで、
その、ね、あのガリガリじゃなくてゴードの足みたいな人じゃなくてぽっちゃりして、うん、いや結構マッチョな人が好きなので70キロから80キロぐらい。おー、ゴードは63キロアウト。おお、来た来た、次の質問。 The ideal man's facial features。 どんな顔がいいか。まあこんな顔かな。目が細くて鼻が大きくて口角が上がってる人が好き。とおー、なんか想像できない。アジア系の顔の人が結構好きで、濃い顔の人が好きですね。今市隆二くんみたいな顔してる人がいたらもう完璧ですね。どういう、ちょっと知らないんですけど、どういう感じの顔ですか。多分じゃあここら辺多分写真が載ると思います。こんな感じの男性が減ってもなんか鼻整形 してっぽい。写真の編集でやったかな。鼻さちょっとね、いい感じの男性がハゲてても、はい、結婚対象になりますか。あ、自分はならないかもしれない。結構髪型重要。おお、これはこの子好きね。あの、なぜなら俺生まれてから髪一本ハゲたことない。うん、髪の毛重要ですからね。あ、この子いい。ハゲ全然大丈夫。だってどうせみんなハゲるからいずれ。いや、あ、まあゴード以外ね。ハゲてても結婚できるっていうのは、そのハゲてる人が好きってわけじゃないんだけど。いや、だからそれ分かって、そこまで言わなくてもいいや。ハゲてもいいって言ってる人はハゲフェッチにならないからね。好きな人がハゲでも別に問題ないっていうか。それ分かる分かる。散らかさなければいい。え、新登場？もういきなり新しいキャラが。え、今まで出てないこの子。ちゃんと処理してほしい。今結構、うん、それわかる。技術がしっかりしてるから3、40万払ったら入るようになるから。そうなんだ。そう、今ね銀座でいいのがあるね。そう、いや、まあ俺あの生まれてからちょっと一本ハゲたことないけど、あの銀座って言ったね。銀座にお店の名前出てこないかな。そうなんだ。そう、はい、前に出てこない。分かった、俺一本ハゲたことないけど、まあ、一応あの友達のためにそういう情報は大事なんだよね俺には。結婚しようと思ってた元カレはハゲてたんですけど後ろのお母さんはハゲてたんですけど何が面白いか俺も分からないけど、なんか後ろからお母さんが必死で走ってくるの面白い、かわいい。あのハゲてるところの匂いを彼が寝てる間にって嗅いでみたら赤ちゃんの匂いがして、なんかそっからちょっとハゲてる人いいなって思いました。今の話、あのこの話ちょっとなかったことにしよう。 What's the acceptable age difference? あの年齢の差どこまで大丈夫ですか。まあ俺は もちろんあの日本中のみんなと結婚するんだから、もちろん100歳でもいける、うん、私が今26なので37くらいかなと思ってたけど、多分45くらいまで全然、うん、この人焦ってるのかな。さっきさ45歳の太ったチビでも結婚いけるって言ってる。 何焦ってるんだなこの人。いけるから結構上までいける、20個上ぐらい。まあ50歳でもだって、例えば渡辺謙みたいな渡辺謙だったらそれはまあ俺でも結婚したいと思う50歳だったらめっちゃかっこいいから全然ありです。自分の母とかよりも下かな。そう、やっぱ日本人の女性結構年上の男性平気なんだな。もう自分の母より年下って当たり前だと思ってるんだけど、言うまでもない。まあでもこの子はあのさっきからもう言うまでもないことをペラペラと喋ってるからね。なんかこうお母さんより年上だったらちょっとなんかきつい。 Does his educational background matter? その人のバックグラウンドってやっぱ気になるものだと思うので、まあそれだけで判断するっていうことはないですけど、気にはなると思います。気にしないけど
高校中退とかでも全然いいけど、スタンフォード行ったよとかハーバードだよとか MIT だよって言われたらやっぱりあすごってちょっとドキッとする。親に紹介する時とかのやっぱそういった時にすごいやっぱりこう学歴の一つのこう指標になるかなって思って、そういう意味ではちょっと、うん、俺大学行ってないからね専門学校行った大事かなと思いますね。 What's your ideal man's occupation? 職業何がいい？まあ多分みんな収入1000万と答えるでしょう。まあ本人が納得して携わっているものであればあのいいかなと思います。まあ泥棒とかじゃなければ泥棒じゃなければどうもなんか休みがいっぱい取れる仕事とか、あ俺もそれ、どこに世界のどこにいてもできる仕事がいいので。贅沢ですね。運営とか動画とかですかねあ、おつ YouTuber に近い発言なんですけど、今のはYouTuber に近かったね。ブロガー意外といけるんじゃない？俺の職業エンジニアとかベタですけどプログラマーとか、なんだろう、自分ができないことをやってる人っていうのはすごくかっこいいなと思います。How much should your ideal man make? 収入ね、お金の話になったね。少なくても自分よりか稼いでる人がいいなって思うので、まあ、平均よりかは稼いでもらってる方がいいなって思いますね。できれば適度より上の方がありがたいかなって思います。もしなんか子供とか生まれた時にお金がありそうみたいな感じですね。楽しんで暮らせるぐらいの余裕がある人がいいかな。で特に子供が欲しいから、子供が留学行きたいとかなんかしたいって時に子供の夢をちゃんとこうサポートできるような経済能力がある人がいいな、うん、車とかアパートマンション持ってない家とかある、うん、全くないです。なんかそういうこだわりはないから全然ないんだ。大丈夫てか一緒にじゃあ頑張って買おうよみたいな感じでやれば向こうだけに求めたりはしないです。ないけどご飯食べ終わってちょっと夜遅めだった時に、あこれタクシーこれ乗って帰りなよとかやってくれる人ぐらいのお金は余裕はあってほしいかな。タクシー乗れたら OK。 おー来たCould you marry a foreigner? 外人と付き合い使い外人と付き合えるのか。とうとう俺の出番が来たな。よし、心の準備はできてるんで。してもいいししなくてもいいし、別に何人っていうのはあんまりこだわりはなくて、まあ、日本人でもいいしアメリカ人でもいいし、なんか好きだったら、うん、オーストラリア別になんか、国籍とかはそこまで関係ないのかなとは思います。まあ好きになった人が外国人だったらそれも面白いかなって思う。あでも一回ぐらい面白い面白がりでなって思うけど、結婚は別にすごい結婚したいって感じではないかな。やっぱりこう文化の違いとか言語の壁とかで現実的にはちょっと難しいのかなとも思うんですけど、ちょっと難しい。この子、うん、まあ考えたね言語の壁とかで現実的にはちょっと難しいのかなとも思うんですけど、まあゼロではないかなと思います。終わっちゃおうか。俺めっちゃ楽しんでたんだけど、これ最後の人はな、ゴードと同じこと言ってたね、この子。やっぱりこう文化の違いとか言語の壁とかで現実的にはちょっと難しいのかなとも思うんですけど、じゃあこの人は次ツッコミゴードのチャンネルに出すか。まああの動画すぐ終わっちゃったんだけど、5分だけのやつだったけど、まあみんなあのエージェンボスっていうチャンネルぜひ見てください。あの英語なんだけど、そしてみんな君の理想な結婚相手はどんな人ですか？コメントであの教えてください。でもやっぱりみんなは理想な結婚相手はあれだな、ツッコミゴードだな。じゃあまたね